大体60秒で中国の話題分かった気になっちゃいな。いやお花見の季節だね。そうだろうか。ほら、ここは新疆ウイグル自治区の南山砂漠。世にも珍しい砂漠の霧氷が観測されたんだ。本当だ、まるでお花が咲いてるみたい。でもせっかくなら本物のお花見をしたくない？え、まだ1月だよ。中国は広いんだから。こちらは雲南省昆明市、すでに冬桜が満開を迎えています。1月なのに桜が見頃なんだ。雲南省は1年を通してあったかいからね。そうだ、花なら僕の実家のある甲州市も負けてないよ。へえ、どんな花が咲いてるの？こちらは世界遺産でもある西湖、湖のほとりで咲いているのはそう、梅の花。梅もいいね。でもまだ咲き始めだね。見頃まではもう少しってところかな。それなら今すぐ見に行ける梅の花のおすすめスポットがあるよ。そんな場所があるの？ほら見て、一面に広がる梅の花。うわー、こんなに咲いているんだ。すごく幻想的。ここは福建省福州市永代県。梅園の面積は30平方キロメートル以上。ちなみに永代県は梅やスモモの産地としても知られます。見て楽しむだけじゃなくて食べて楽しむこともできるなんて、張さんにぴったりだね。ん？どういう意味？皆さんも中国で1月からできるお花見楽しんでくださいね。ん？さっきのどういう意味？今日はここまで。再见。